陽子の部屋ようこそ。今日は奈良生駒市でピアノ教室を開いていらっしゃいます山中康子先生にお越しいただきました。先生、今日どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。生駒市でピアノ教室を開いております山中康子と申します。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、先生の教室はどんな感じの教室なんですか？はい、まず生徒さんには楽しく通っていただきたいですので、うん、レッスンが楽しくなるように工夫してしております。はい、まずやはり楽しいからこそ続けられると思いますし、で、まあ、続けていくうちに上達もしていただきたいという思いがありまして、導入期のレッスンをすごく大事にしております。はい、先生の教室は一体どういう教材を使われているんですか？はい、導入期はバスティンというメソッドを使っているんですけれども、はい、バスティンが終わったらもう王道の、はい、ですね、ブルグミラーですとか、ソナチネというまあ、ピアノを習われたお母さん方がもう皆さんやってらっしゃったような王道の教材を使っております。はい、そうですね、先生の教室大変お得なシステムを、ね、導入されているということなんですけども、どういったシステムなんですか？はい、ですね、個人レッスンは月に3回、はい、30分のレッスンをしているんですけれども、はい、月に1回、グループで1時間の、ソルフェージュのレッスンを取り入れております。じゃあ普通の、まあね、大体一般的なお教室というと週に1回30分だけレッスンなんですけど、はい、じゃあ月に1回1時間もそういうふうに見てくださる時間があると。そうですね、はい、生徒さん同士すごく仲良くて、皆さんとても楽しくソルフェージュの時間を楽しみにしてこられてます。なるほど、大変ね、そういったお得なシステムもあるということで、奈良生駒市でピアノ教室をお探しの皆さん、ぜひですね山中先生のところに、お気軽にお問い合わせいただければと思います。体験レッスンを受け付けいたしております。どうぞお気軽にお問い合わせください。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。